はい、こんにちは、ユアン大帝です。謙信の続きやっていきましょうね。今回から敵がおじけづくところを、本当に見ることができますので、最後までご覧いただければと思います。じゃあやっていきましょう。あー、なるほどね。あー、なるほどね。剣心はやっぱマークされてるのは危ねえからあいつ一人でも危ねえっていうのはバレてるな忍者に任せよう。これできんじゃねえの。出てこねえかー。ちょっとこれ米ない判定ですね。確実に米がないから無視されるやつだな。じゃあ先制して米稼げばいいのか。単純にお前だ今川。この戦我が小中にあり助立ちに参ったぞもうちょっと米あればいけんじゃないの。この戦我が小中に、まあこれ弱いからいいか。この戦我が小中にあり助立ちに参ったぞ。こんだけやれば反応すんじゃねえの。行くぞ。出陣する。無視無視行くぞ。無視してくるな。もう一回つまり直せばいいか。出陣するぞ。まあじゃあ行くぞ。まあ出陣する。江戸城かな。あ、また死んでおるまた死んでおるしかもこのタイミング最悪このタイミング最悪。苦情の結果力決まらないパターンじゃねえかよ。あ、帰ったし我に続け。来た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 。俺の時代が来たぞ。ちょっと待ってね。剣心自ら俺剣心自ら行く。これはやっぱり敵おじけづくでしょ。これで戦場の変態として彼が現れると味方は言い付けられ敵はおじけづきます。皆の者我に続け。どりゃ我が義を示す我が義を示す我が義を示す。ヒューン和議を示したな。ちょっと待ってね。なんていうか小田原取った方が良かったな普通に考えてね。まあこいつ強いからね倒せんじゃないか。我が領内に敵が迫っております。まあ放っとけばいいですねこれもね。これ入ってきてないから取れるな。いいぞいいぞいいぞ。ちょっとクズだけどこのままいっちゃうぞ。進むぞ。クズー。モイル後に続け。入ってきてないな。よしよし。攻められてるからですね。ああ、いいですね。これはいいですね。出陣するぞ。落ちるぞこれ。この城払い受ける。なんだこれ。おじけづいたんすね彼は。そう、変態の圧力に、変態の圧力に屈してるのだよ、これは。ちょっと、どうなってんだ、これ。ん？ん？ちょっと待って、これ、何日行くの？ 20 日で来る。ちょっと、ワープ要因が欲しいな。ワープ要因が欲しいな。これ、ニラ山行けば落ちるってことだよね、これ。何日行くの、これ。10日で行ける。進め。10日で行ける。お市場の連中どこ行ったんだ。あ、お市場も落ちるなこれな。ん、二連も落ちるなこれな。帰らないのか。皆の者我に続け。5日で着く。まあ別にこれ待機ですね。川越はいつだって取れるから。取れるな。我らが
正しい。故に我らが勝つ。我らが正しい。我らが正しい。これ押し銃いけば落ちるでしょ、多分これ。ん？どうなってんのこれ。出陣するぞ。どうすんだこれ。客さんにやった。いやーね、もうね、打つ手がないんだと思うんですよね、これね。間に合わないか、これ、騎乗。間に合ったぞ。長尾かけたのは自ら、玉縄城で防戦するみたいなね。こうしよう、こわ。ねえ、こうしようぜ。えへへへへ、みたいなね。押し城落ちるんじゃないか。押し城が落ちた後に公安になる気がするな。偽に切る軍師。いやもうあれでしょう、もうおじけづくでしょう、これはもう大使のなんだ歴史イベントでもなんか剣士がいきなりね城の一人で短期掛けするシーンありますからね。まさしく短期掛けで城3つ落ちとる。もうやばいでしょこれ。もうおじけづくどころの話じゃない、もう伝説でしょ、軍神じゃんこれ。うわーみたいな。軍師やべえよみたいな感じですね。武田ブルってますね、多分ね。あんなやばいやつとやってたのか、みたいな。ブルブル、ブルブルってしてますね。できればね、吉本は取れなくてもいいから、切磋発動してほしいな。進むぞ。こっちもヒンヒンで落としましょうね。思うでしょ。進め。相変わらずですね、うちはね。敵が我が領内に向かっております。また来んの？あ、帰ったぞ。やべえ、ちょっと待って。ちょっと待ってね。戦場の変態として彼が現れると味方へ勇気づけられ、敵はおじけづきます。おじけづいて帰ったぞ。どうなってんだこれ。どうなってんだこれは。どうなってんだこれは。もうどうしようもねえ、これは。これ、籠城すりゃいいもんね。え、川越城持ちちゃうじゃん、これ。あ、持ってなかったか。あ、いや、水攻めできるんだもん、そうだね。おじけづいたはずなのに帰っとるこいつ。どうなってんだ。どうなったんじゃこりゃ。どうなってんのこれ。333日だから落ちないですね。まあこのままその工場を待ちましょう。まあ十分ですね、もうここまで取れたら。もう十分、もう十分十分、もう無理でしょう。もう再起不能ですよ、この人は。江戸さんも呼ぼう。江戸さん。これはもうちょっとずーっと籠城して、講和待ちでいいですね。うん、講和待ちでいいでしょう。まあ、落ちないと思うんだけどね。あ、一人だから落ちるか。落ちた？籠城だ。剣心籠城。あ、間に合わねえかもしれない。あ、こうしてやがるぜ。こうしてやがるぜ。まんまとハマったな。まんまとハマりましたね。まんまとハマってるな。江戸川、江戸川乱歩。川乱歩。江戸川乱歩。江戸川乱歩。北条さん、やけくそになって、小田さん攻めてるな。やけくそになったか。来月9月だから本願寺から援軍借りちゃおっか。6500でもいいや。助太刀致す。同盟結んじゃおう。同盟が結べたら三木さんに宣戦して、あ、まあまあもう宣戦しちゃってもいいかな。宣戦しても取りに行っちゃおう。我が小中にあり助太刀するぜ。お掃除だ、お掃除、お掃除。出陣する。何もしないとちょっとでかくなりすぎちゃうから、このぐらいくさび打ち込んどいた方がいいですね。まあ、取ろうが、まあ、取り返すのも簡単だし、このぐらいの意地悪はしといた方がいいと思うな。うん、そうじゃねえんだ。
もうおじけづかなきゃいけないだろう。敵をおじけづくだろう、これで。おじけづくだろう、これで。多分倒せるよね、よし。我が武を持って我が名を示す。おじけづいてる。志果たさずして、おせっさいか、おいしないか、さすがに。お、来たぞみたいな。あいつやべんだよみたいな感じですね。うん、ん、お山田さん、いいよいいよ。従属した。使いの者が来たようです。いいよ。あ、そっちで来る。来んのか。行くぞ。進め。集まるのか。行くぞ。小山もゼロになるんだな。進め。おじけづいてますね。完璧におじけづいてますね、これは。おじけづくどころの話じゃねえな、これはね。あれだなぁ、本当に追いつけついてますね、これは。ビビってますね、これは。ブルってますよ。進みます。あいつ、この城3つ、1人で取ったみたいだぞ、みたいなね。プル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 ってしてますね、プルプルしてますね、多分ね。志果たさずして、あ、せっせい来た。早いよ。早い。使いの者が来たよ。真珠ダメ。で、これで一回帰って、この人たちは、ちょっとこの場にいさせた方がいいですね。あの、次戦線するときに楽だから。見て、ケンシーがこの辺に来ただけで、おじけづいて切磋しちゃったよ。やばいですね、やつはやばいですね。おじけづいた。おじけづいたでしょ、絶対あれ。助太刀にも行ったぞ。ここはね、水攻めがいいですね。今川が来るから。今川が来るから、大軍で行かない方がいいですね、これはね。では、やっぱり個人能力が高すぎるから、1部隊600でもそのいつもやってるそのヒュンヒュン部隊はいつも弱い人にやってるから無視されるんだけど、やっぱ強いからちょっと警戒されるみたいですね。ちょっと理屈立てていくとね、多分ちょっと待って、ね、これ剣心連れてこうぜね。おじけづくでしょ。おじけづくでしょ。個人的な部位をこう有効活用してますね。これ3部隊かな。進め。塞いだ。いました。いいよ。で、あと藤吉田は、まあ、力攻めしかないんじゃないかな。誰も来れない。この戦我が小中にあり。つまんないけど普通に倒すだけだな、これね。しないな。はい。お、何してんだ。ちょっと俺の宇都宮さん、何してんだこの野郎。この戦我が小中にあり。助太刀にも行ったぞ。池取れんじゃないのこれ。いけそうですね。ちょっと待ってね。進め。4300でしょ。多分この城落ちないと思うんだよね。あ、結べた。よし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 。我が力を貸そう。ちょっと待ってよ。危ねえなおい。危ねえなおい。待機せよ。誰だ、待機したのは。あ、こいつらか。よし、いいぞ。いいぞ。117日か。ちょっともったいないかな。ちょっと待ってね。これ2部隊いればいいっつってるから2人返しましょうか。そうするとまあちょうどいい感じですかね。で、ほっとけばいいですね、これね。忘れても勝てると、もう最強だ。里見さん、ちょっと先制しなきゃいけないな、あの感じだと。長尾影虎が来る。
8900になる B。 B だから、8000ぐらいはないと勝てないな。おじけづく。これは水攻めできる。かしこまった。これは水攻めでいいですね。承知いたしました。なんかあれだな、詰将棋みたいな感じですね。何で出撃してんの前は。籠城だろう、どう考えても。待機。先陣を切らせてもらう。滅ぶ滅ぶ取り付く。あ、剣心の効果で心中する。あ、そうなの、そんなのあんの。あ、これ救世主。あ、ちょっと待って、まだまだ有効で似合ってない。見てくださいよ、弱きを助け強きをくじく、まさにまさに生き様通りのプレイですね、これはね。もう倒せる。ビビってますね、やっぱりね。さすが、さすがですね。滅んだ、滅んだ。武田再興するが藤吉田。あ、いいか、まあいいや。ビビってる、ビビって再興したくなっちゃったか。ビビっちゃったな。救世主ですかね。救世主。口を引きことよ。すげえな、強すぎる。これ落ちるでしょ、落ちるな、倒せるし。破れし者は朽ちる。これで佐竹倒すと北条の蓋ができるから、これ落ちるよな、さすがに。ん、これ従属するのか、本当に。救世主、北斗の剣じゃないか、北斗の剣。ちょっと待って、あ、従属する。あ、救世、あ、そうか、発動させてないんです、そういえば。あ、あー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 あああああ、うっかりしてた。うっかりしてた。救世主発動させなきゃいけないんだけど、じゃあ行こうか。早く先制したいんだね、もう今側に。相手にならねえよ。取られてんじゃねえかよ、取られてんじゃねえかよ、もう。我が妻、やはり天下無二のものですね。何してんだっけ、これ。あ、これほっとけばいいやつですね。ほっとけば滅ぶと。あとは今側に宣戦するだけだな。よしよしよし。あーしゃ、あーしゃ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 。救世主、変態クズやろ。なんでそんな頃がいいんだ。天下無二のものですね。破れし者は朽ちる。なぜか心がいい。救世主、変態クズ野郎。この城、もらい受ける。かたじけない。次なる戦も。なほっといてもいいって言ってたところね。あー強いね、いらっしゃい。で、ちょっと待ってね。貴様ごとき、我が敵ではない。かたじけない。ってやつだ、あいつは。我らの勝ちだ。滅んだ。滅んでしまった。ライバルが真っ先に滅ぶ。真っ先に滅ぶ。これね、初代パープキットと見返したいな、後で。もう全然って、なんかね、僕、東北にすぐ行った気がする。あの、前、上杉謙信やった時に。あ、北条には先生に生きる。来た。来たよ。この時を待っていたぞ、私は。で、これで北条も滅ぶでしょう。今回これで滅ぶと思います。我が小中にあり助立ちいたす。最近その強いやつ先に倒すのに最近ハマってるから、あんまり東北に行かなくなったね。
順当はね、やっぱ東北だと思う。やっぱ弱いから。弱いんだけど、包囲網でガンって攻められるとちょっとめんどくさいからね。やっぱ倒しておきたいよね、普通に考えると。前回の、はい、再度、北条さんに宣戦するというところで、区切りがいいので、時間的に、ね、区切りがいいので、この辺にしたいと思います。これ結構いい動画。続きの動画もぜひご覧いただければと思います。じゃあねー。川越を